実はサッカーあんま好きじゃありません。どうもコバです。韓国はギリ国内旅行。どうも最高です。本日やる企画が、得意なジャンルやったらクイズモサに勝てる説。完全に僕らの有利なジャンルだけでクイズやって、はい、このクイズモサにちょっと勝てるんじゃないかなという説になります。イッチ、はい、これクイズモサな。クイズのちょっと功績教えて。東大王出場、スタッフ25、2回優勝。ほんまに兄弟一番クイズ強い。あー言ってたね。イッチの後輩がこの人レベチっす。イッチ先輩さすがっすみたいな。ということで本日やるクイズのジャンル、はい、日本プロ野球、はい、スラムダンク、おい、 MC バトル、おいおいおい、 YouTube、 おお、世界一流のめちゃくちゃ酔ってます。おおより大判で、あのちなみにあのお前このインテル、インテルの来て俺邪魔やからけど、あのサッカーは入ってません。サッカー別に詳しくない。詳しくない。問題、はい、日本プロ野球の選手で現在最年長の43歳である東京、これはどっち。いいよいいよ。ヤクルトスワローズ石川和真。はい。これお前フルネームいけてた。え、さすがにいけましたよ。正解です。あの10本選手ね。はい、10本選手。第2問、現在世界で5組のみが持っている登録者数が、レッドダイヤモンド。よっしゃ、いけよ。お前いけよ。すごい。どういう問題。現在世界で5組のみが持っている登録者数が1億人以上の YouTube チャンネルに与えられる盾は何でしょう。やるねこれ。まだ俺ら議員しか持ってない。議員もない。続きまして多答問題なのでボードの方を用意してください。アメリカにある世界遺産をできるだけ多く答えよう。やばい。では用意始め。あ、助かるわそれは。勉強しといてよかった。終了です。早い。やばいやばい。2ページ目行ってない。集計完了しました。はいはい。イッチーさん7問正解です。おお、え、ワンチャンある。ある、全然ある。量にしてはまだ量書いてるから。量だけ書いてるから。さすがに。コバ、最後チーム2問正解です。ガチ。こんだけ書いといて。こいつふざけてるもん。幻の都とか。あったとしても微妙やろそれは。正式名称じゃないやろ。お前もね、コバの実家書いてるワンチャンあったけどね。コバの実家。え、何が正解してた。コバ最高チームは、グランドキャニオンと自由の女神。あー、一位ずつね。一位ずつです。一位さんは書いてるやつ全部正解でした。ダリフト高い感じか。続いての問題、MC バトルにおいて心に残る言葉やキラーフレーズのことを話しよう。はい、これでいいよね。パンチライン。オッケー、さすがに正解です。パンチラインばっか言ってるんで。続いての問題、はい、問題、プロ野球12球団の中で唯一親会社を持っていない。広島東洋カープ。はい、唯一の市民球団。戦後の、ね、復興のためにあの市民とかその地元の企業とかがあの協賛して東洋カープを作った地元に愛される球団です。はい、あのカープは濃いっていう意味です。続いての問題、はい、問題、昨年公開の映画「ザ・ファースト・スラムダンク」では主人公として。マジ早ね。宮城亮太。うわ、そう、よし。うわー、すごい。すごいってクイズが強いよね。それは早押し。ただクイズが強い。やるね。いや、これしか知らなかった。どこ行かれたかよ。いや、めちゃくちゃいい勝負です、ね。いや、スラムダンク取りたいな。スラムダンク取りたいですね。人生を参考書として読ませていただいてるから。続いての問題。はい。問題。
ステージネームの由来は漫画蒼天航路のキャラクター名である。え？夜更かるの？よっしゃ、やばい。これはやばい。どういうこと？ステージネームの由来は漫画蒼天航路のキャラクター名である。こわもてな風貌と相手をディスらない寛容ラップで知られるラッパーは誰でしょう。え、MC はちょっとかじってる。ちょっとだけかじってる。あ、その感じで、はい。その感じで、その感じで、結構ディスるんとか好きなの。意外よ。では続いての問題。はい。中日ドラゴンズの宇佐美慎吾の妻である。元ももクロクローバー、何て言うかな、高田ちゃん。誰やねん。そうやね、そんな感じ。高木レディ。うまーすごいなー、さすがに。これはや、取られたか。うわー、いかん、惜しかった。いや、惜しかったっすね。あれマジで悟ってるもめちゃくちゃファンなんやな。ヤノニグサミに取られたっていう。ここでポイントないですか。ハロー YouTube。 続いての問題。はい。 YouTube で現在話題になっている動画を示す急上昇、この中にある4つのカテゴリーとは最新、音楽、ゲームと、あと1つは何でしょう。マジで俺はやばい、当てんのやばい。マジでショート。ああ、そう、絶対ちゃう。その最新に入って、最新に入ってる。俺分かった。お前、もう一回やらなますんだよ。お笑い、スポーツ、ちょっとか、なんやねん、芸術。そんな高貴なプラットフォームじゃないよ。誰でも芸術見に行こうよ。分かった、ニュース。あ、うわ、ちゃうかい。なんやねん、そんな格好しといて。ランジャタイの頭おかしい。あれとしか気にな。ヒントは、なんかあんまり YouTube のイメージはなかったです。他の動画コンテンツでそういうのを見るっていう。アニメ、ダンス。それはお前音楽に入るやん。ちょっとやばい、音楽含みすぎ。でもイッチさん近いと思います。インドの映画っていう意味やけど。無理やり言う。それで持ってるけど。ちょ、やばいって。やばい、これで負けるマジで。屈辱すぎる。こんな酔ってるもん。一回本気出すわ。アウトです。これやばい。じゃあ本気出すわ。今日のこのチームキモい。本気ネクラが抵抗者気になる。いいやろ。夜道危ない。ネクラさんね。キモい、キモいチームね。では続いての問題。問題。動画配信サービスの YouTube や Web ブラウザの Chrome の運営を行っているアメリカの大企業。コバさん。Google 社。うよー。OK、OK。原点ね。Google の社員で。続いての問題。問題。その過去の環境は南極、北極に次ぐ第三の極地とも呼ばれる。エベレスト。イルクーツク。その過酷な環境は南極、北極に次ぐ第三の極地とも呼ばれる。エベレストを含む7つの8000メートル峰が立ち並ぶアジア山。ヒマラヤ山脈。簡単すぎるわ。もう何をしてんねん。では続いての問題。こういうのってかな、ね、問題。作中で湘北高校と2度対戦している魚住淳也、仙道。いや陵南高校。はい、オッケー。これはいいかな、やばい。これはいっとかな、これに。早かったね。これは早かったです。多分、クイズの方とか多分2度対戦で多分、ガーン。そうそう。行くんやったら、読んでたらいいかもしれないですけど。マジっすか。あの、書くもんないよ。あ、そうか。ポイントないよ、ポイントないよ。続いての問題は、近似値問題なので、商談してるってことね。はい、それに合う数字を双方考えてください。はい、現在 YouTube に公開されているミュージックビデオの中で最も再生回数が多い楽曲デスパーシュト
の再生回数は何回でしょう。デスパーシと知らへん。ダー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 って感じの歌。YouTube ではない。それ比較しましょうか。じゃあ前に曲がってるのがこういった。活躍してごめん。曲がして。ではせーので回答をオープンしてください。せーの、ドン。33億8回です。かぶった時の、45億2000万回。これやけやってんねん。やっぱり正解は82億9568万9586回です。よしよしよし、これは運やー、いっけー。マジかこいつ、いっても8とか言ってたから、ね、俺が33まで上げました。難しいね。やばいやばいやばいよ、やばいよ、そろそろいかない、やばい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 、やばい。ここから全部取っていかな、ほんまに。続いての問題、問題。オフィシャルチェアマンをゼブラが務めるフリースタイル、これは言ったね。フリースタイルダンジョン。これは大丈夫、これは大丈夫。最後まで聞きます。オフィシャルチェアマンをゼブラが務めるフリースタイルのプロリーグ化をコンセプトに昨年より開始されたプロジェクトをアルファベット3文字の略称で何と言うでしょう。わからん。 UMB。 はいはいはい、FSL。 あ、オーケー。 FSL って踏んでたから。ナイティーパブロが。あるよ。あるよ。続いての問題。はい。問題。火山活動の活発さと国土の1割以上を占める氷河から火と氷の国と呼ばれる。最後くん。グリーンランド。やってもだ。やってもだ。マジやだ。アイスランド。うわあ。よし。何してんねん。カブンカブとしてない。間違えた。グリーンランドしかもノルウェーやし、デンマークです。デンマークやし。ラッキーミス。アイスランド、そんな別れとんのやんな。ダンスなんかあるやんな、ギャオね。うん、なんでグリーンランドって呼ばれるか知ってる？あんな氷河にグリーンって言われるか知ってる？あ、わかんないです。バイキングがグリーンランド見てきたんやけど、人を増やすためにグリーンってした方が楽園みたいな感じがあるから、そのグリーンランドっていう名前になって。今の絶対言えた。やばい。一回寄せて、一回寄せろ。もっと寄せろ。続いては多答問題です。 UMB の歴代優勝者をできるだけ多く答えよう。うわ、わかんねえ。あ、オッケーオッケー、これね。そう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 、オッケーオッケー、早起き。ちょっと待って、早起き早起き早起き。終了です。では集計させていただきます。集計した、集計した。ちょ、いいんだよ。まあまあまあ、すごいんやろ別に。集計が完了しました。おいー、これは自信あるよ、さすがに。イッチーさん5問正解です。わあ、まあまあ、頑張ったね。頑張った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 。コバサイコチーム9問正解。オッケー。知識のウェイトに下がりすぎる。ガブレキ中のルフから。続いての問題です。問題。日本プロ野球史上通算ホームラン数が一番多いのは王貞治ですが、2番目に多いのは、野村克也。オッケー、やっけ、ノブさん。これもほんまに基本問題。典型ね。うん、2番目あんま分からんもんな。2番目知らないです。覚えやすくてもね。はい。だから、じゃあ1番になりましょう。ナンバーワン。続いての問題。オーストラリア東海岸を2300キロ以上にわたって広がる。イチさん。グレートバリアリーフ。違うな。あ、正解です。一番ベストな、違う、回答って違うと言う。勝負にも負けて、なんかあれも負けたわ。あれって何？試合にも負けて勝負にも負けた。ということで、まあ
もうやめよ、俺ら野球好きとかラップ好きとか言うセンター試験満点もやめろ。お前はそれやめてくれ。センター試験返納するわあとその敬語をしとくよ、ね、やめろ